どうもこんにちは。はい、こっちのチャンネルではザザって動画を撮ってザザッと早く出すっていうことをやってます。ギークインボックスの方ではね、ちゃんとした編集で、ちゃんとしたね、なんかコンセプトを持ってやってるんですけど、こっちではもうちょっとね、僕のちょっとした興味のあることを言いたいんですけどね。今日ちょっと紹介したいのがこれで、これのね、塗装がバッキバキに割れちゃったっていう話なんですよ。なんかね、まず見てもらいたいんだけど、わかります？このこれね、ひどくない？もうほんと最悪だよね。これあのフェンダー USA のアメリカンヴィンテージなんですけど、最近のなんかね、塗装の仕方が普通のやつじゃないんだよね。昔ながらの方法じゃなくて、なんだっけな、レジンかなんかだったような気がするんだけど、違うっけな、まあ忘れちゃった。なんか詳しい人に聞いたら、なんかその塗装方法こうなるんだよねって言ってて、これねひどいのよ。あの裏側のさ、塗装がバッキバキっていうか、もう剥離しちゃってんのね、ボディから。と思って、売れないっしょこれ。でさ、いや保管状況悪かったのかなとか思ったけど、今もね見ての通りいっぱいあるし、何百本も扱ってきて初めてこうなったから、これもう環境じゃないでしょっていう。この塗装方法ちょっとどうなんかなと思って。これ何年製だろう、ちょっと分かる人います？シリアル見ていたらチェックしてコメントで教えてください。はい、めっちゃショックと思って。音はすごいいいのにさ、こんな裏側バッキバキになっちゃったから、何なんだろうねこれ。普通はこうなりません。はい、でもアメリカンヴィンテージってさ、塗装も含めてヴィンテージをリイシュしてるんじゃないのとかちょっと思ったんだけど、みたいな。いやね、はい。っていうね、塗装がバキバキに割れちゃったアメビンの話でした。これね、どうやって売ろうかもね、大変だよね。どうやって売るよこれ。リフィニッシュしちゃうとかはもう別に今いいっちゃいいかもね。でもちょっと正直めっちゃ困ってますわこれ。思いっきりモディファイしてマーカスのやつみたいにしてもいいかもね。もう趣味だけどね、そうなったら。っていうことで、もしこれでこういう遊びしたらいいんじゃないかみたいなアイディアあったら教えてください。本日は以上、終わり。バイバイ。